にちは。第161回定期演奏会にて指揮者を務めます横山奏です。今回のプログラムはフランス、ベルギー、イギリス、ヨーロッパの作曲家を中心にしたプログラムになっています。1曲目に演奏するのはフランスの作曲家コスミッキが作曲しましたファンタスマグリ幻想という曲です。この曲はとてもフランスらしい響き、ラベルの、オーケストレーションのように華やかで輝きがある響きと、またサティのような雰囲気の、場面もあります。皆さん聞いたことがある人の方が少ないと思いますが、きっと楽しんでいただける曲です。2曲目に演奏するのはベルギーの、皆さんご存知、ヤン・バンデル・ロースト作曲のプスタです。この曲はもちろんジプシーをテーマに作曲されている曲ですが、おそらくこの曲のファンの人も多いのではないでしょうか。もう一人ベルギーの作曲家ベルト・アッペルモントの作品から、割と最近の2017年に発表されたブリュッセル・レクイエムです。2016年に実際に起きたある事件を元にして、そこからインスピレーションを受けて書かれた曲ですが、大変な曲ですが今流行りの曲で、ご存知の方も多いのではないでしょうか。一番最後メインとして演奏するのはイギリスの作曲家デリック・ブルジョワ作曲の交響曲コッツウォルド・シンフォニーです。この曲はイギリスのコッツウォルドという町、その丘陵地帯、また田園風景を描写しているとても美しい作品です。おそらく実演に、立ち会うことはなかなか珍しい曲なのではないかと思いますので、ぜひこの機会に足を運んでいただければと思います。皆さんお待ちしております。